今回は原宿駅からのスタートです。今日はね、ちょっと新しめの歴史ということで表参道を取り上げてみたいと思います。で、表参道は結構建築を見てみるとね、面白いものがたくさんあるんで、今日はちょっと独断と偏見で、私が気になるものをご紹介していきたいと思います。さあ、表参道なんですけど、明治神宮の参道として整備されたもので、ここ100年ぐらいですね、歴史があるのは。結構新しい道なんですけど、今ではおしゃれストリートとして、知られていると思います。さあ、早速ですが1個目の建築、私が気になるものをご紹介していきたいと思います。原宿駅のすぐそばにあるコープオリンピアというところですね。ここはマンションなんですけど、結構古くて、できたのが1965年、東京オリンピックの次の年ですよね。ここは1965年当時で分譲価格が1億円を突破するという、まあ、いわゆる日本最初のオークションと言われてますね。当時の物価で1億円ですから、今のイメージで言うと10倍ぐらいなのかなと思いますけど、相当な高級マンションですよね。で、今でも売りに出てないかなと思ってネットで調べてみたんですけど、出てましたね。中の写真はすごく綺麗な感じで、家電とかも備え付けでレトロな感じなんですけど、すごく綺麗で、素敵な感じでしたよ。まあ立地が最高なんでね、半世紀経った今でもこうやって表参道の代表的な建築として残ってるのかなと思いますね。これはちょっと裏から撮ったやつですけど、本当に素敵な感じです。さあ、続いてご紹介するのが2007年に開業した複合ビルジャイルですね。こちらはオランダの建築ユニット MVRDV というところが設計したみたいで、渦をイメージしてるみたいですよ。確かにこうやって見ると面がぐるぐるっと複合的に重なっていて、渦っぽいなっていうのは見えますよね。なかなか芸術的じゃないですか。モーマーとか入ったりしてね、すごく複雑な形をしていて、私は結構好きですけどね。設計のコンセプトとしては、有機的なこういう建物を作ることによって人を引きつけるということらしいです。へーって感じですね。さあ、どんどん行きますよ。表参道といえば、今はもう本当にランドマークとなった表参道ヒルズがありますね。こちらは、できる前は道順会アパートというものがありまして、そこの老朽化に伴って森ビルが再開発したものですね。設計は安藤忠雄氏によるものです。確かにこうやって見るとコンクリートがね、直線的にこう連なっていて、それっぽいなっていう感じはしますけどね。欅並木とこうやって一体化しているので、すごく街並みと調和している感じがありますよね。で、この建物は地下3階地上3階で、最上階が住居になってますね。ここに住むとしたらどこに買い物に行くんですかね。結構高そうなイメージじゃないですか。そしてここが中ですね。地下3階から、地上3階と吹き抜きになっていて、すごく開放感がありますね。スペースがすごくうまく使われている感じがします。表参道の坂に合わせてこうスロープができていてね。そしてこちらがかつて表参道の場所にあった道順会アパートの建物を再現したものですね。こうやって、一部再現することによって歴史が感じられるようになっているっていうのは、結構コンセプトとしては私は好きです。で、昔は天皇が明治神宮に参拝するときに、まあ、表参道ですからここの道を馬車で通ってたらしいんですけど、ここの道順会アパートの人たちは見下ろすことが許されなかったみたいなんですね。なので、天皇が通るときはここにカーテン、窓にカーテンをして見えないようにしたらしいですよ。で、頑丈に作られていたので空襲とかでも焼けなかったそうですよ。まあ、これは建て替えられたやつですけどね。さあ、続いてはアップルストアです。この建物は正面のガラス張りと中の階段がすごく印象的なんですけど、
なんといってもこの表参道の一等地にあるのに床面積を少なくしているというのは特徴ですよね。地上1階、地下1階しかないんですよ、この建物って。すごく贅沢な使い方をしていませんか。そしてこのガラスもすごく巨大でですね、見たところ継ぎ目がないので、この高さのガラスをそのまま持ってきたのかなと思うんですけどね。でそれだけでもすごいのに、この建物って手前側と側面に柱が一切見当たらなくて、でこれ何で支えてるのかなって思った時に、この今映しているこのガラスが横に入っているので、これで支えてるのかなと思うんですけど、ちょっとよくわからないですね。とにかくすごいです。さあ次はですね、青山通りを突っ切って、三幸通りに入ってきました。正面に見えてるガラスの建物ですね、こちらもガラスなんですけど、さっきのアップルストアとは違ってひし形の組み合わされたプラダですね。これもかなり珍しくないですか。この建物は完成したのが2003年で、設計がスイスの建築ユニットヘルツォーク・ドムーロンというところらしいですね。代表作は有名なのでいくと北京オリンピックのメインスタジアム鳥の巣ですね。なんかこう似てる感じがしますけどね。でこのなんといってもこのガラスが、ひし形のガラスが全面に貼られてるんですけど、こう中に入ってみてもずっとひし形が続いていて、試着室とかそういうところも全部ひし形なんですよね。で結構もう15年以上経ってるんですけど、それでも近未来的なこう中身でものすごく洗練された印象がありましたね。この表参道のプラダっていうのは世界的にも重要な旗艦店になっているらしくて、建築としてもとても面白いのでおすすめです。そして余談なんですけど、斜め向かいのミュウミュウもヘルツォーク・ドムーロンの設計なんですよね。この箱をパカッと開けたかのようなデザインがとっても面白いです。こちらもねセットで行ってみると比較できて面白いかもしれませんね。さあ最後にご紹介するのがですね、サニーヒルズ南青山店ですね。こちらパイナップルケーキ屋さんなんですけど、台湾の設計が熊健吾氏によるもので、この木組みがすごく見事なんですよね。中に入るとこの太陽の光がこう木漏れ日みたいになって、なんか森にいるかのようなリラックスした感じが味わえます。かなりね近づいている見ると面白い建築なんですけど、そして完全にこれはもう余談なんですけど、パイナップルケーキ買ってみました。ちょっと好きなんでね、こういう袋がもらえるんですよ。でここのお店で限定で売ってる箱があるそうなんですけど、この木組みが再現されていてね、すごく貴重な感じがしましたけど、結構高いんですよこれ。でもすごい美味しかったですね。これアップルケーキですけど、パイナップルケーキも入ってます。気になる方はぜひということで、ありがとうございました。